オスプライドです。それでは前回の続きからやっていきましょう。銀玉銀さんと一緒、僕の歌舞伎町日記、今回はパート5やっていきましょう。さあ前回ですね、誰の絵を見に行くかで終わりましたね。さあ選んでいきましょう。誰にしようかな。神楽のちょっと見てみましょうか。さあどんな感じ。ドリアー、ドリアー言うてるけど、どうしたどうした。おお、ふんご、ジョジョか。ジョジョなのか。スタンド、スタンド使いになった。神楽さん、一体何やってるんです。見てわからないやろかな。絵を描いてるある。絵を描いてる気迫じゃないよそれ。戦う気迫だよそれ。大丈夫、誰か戦ってる。え、絵を、何驚いてるあるか。お絵描きコンテストなんだから当たり前ある。まあそうだけど戦ってるよね絶対。他に何してるように見えるね。いや戦闘中のような。会場を破壊してるだけのようにしか見えないんだけど。あ、壊してんの会場を。感じるものね。いや感じるっていうか壊してるよ。どこかの偉い武道家も言ってたよ。ほうほうほう。考えるんじゃない、感じるんだってね。いやなんか違う気がするそれは。それ物理だよね。ただ私は感じる過去物理。ているある。おーちょー。ああ。それで神楽さん、情熱を叩きつけたっていう絵はどこにあるんです。どこに目をつけてるある。目玉かっぽじって見てみるといいね、うんはい、どこですか教えてください。ほら目の前に芸術的な絵が。どこどこどこ。バカな、いつの間にか描いてた絵がどこにもないある。そんなバカな。そりゃああれだけの力で叩きつけてたら絵も粉々になっちゃうんじゃないかな。あ、終わり？あ、これ全員見れるんだ。なるほどね。じゃあ、銀時行きましょう。さあ、銀さん。あれ？銀さんは絵を描かないんですか？何言ってんだ。俺もうとっくの昔に描けてるぞ。どういうこと？もうですか？でも、まだ始まったばっかりじゃないですか。そんなに早く描き終わるなんて。絵なんてもんはな、時間をかければいいってもんじゃねえだろ、うんうんうん、まあまあまあ確かにね、それはまあ一理あるっちゃあるよね。うん。その時感じた、ありのまんまを描き出しゃいいんだよ。まあなんかいい風に言ってるけど大丈夫それ。あそこに何も描いてないとか何なり何なりが見えてくんだからさ。ほうほうほう。そりゃあまあそうですけど、それで銀さんの描いた絵って。俺、俺、糖分。なかなか達筆ですね。て、これ絵じゃないじゃないですか。お習字ですよ、これ。絵だって習字だって似たようなもんだろ。いや全然ちゃうやろ。紙に叩きつけた俺の信念は変わんねえんだから。いや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 。でも。これって絵のコンテストだったような。え、終わり。あや、さあ新八、新八はまあまともなの書いてそうですけど、どうでしょうか、見ていきましょう。新八さんは風景画ですか。うん、絵なんて本当久しぶりに書いてみたんだけどね。ほんほんほん。へえ、なんだか板についてますね、新八さん。実は寺子屋時代に少しだけかじってたことがあるんだ。ああ、そうなんだ。ちょっと、じゃあ期待はありかな。こう見えても、昔はお絵かきしんちゃんって呼ばれてたこともあったんだ。どんな呼ばれ方しとんねん。お絵かきっていう感じじゃないぞ、お前。近所のおばちゃんたちに呼ばれてたんだ。ああ、なるほどね。いいじゃん。へえ。で、どうかな、ずっと絵を描いてるソラ君の目から見て僕の絵は。ほうほう、見せてもらおうじゃないか。どうだ、ちょっとは頑張ってみたんだけど。ほうほう、あ、照れてるな。はい、
新八さんらしいとっても地味な絵ですね。ええ？あ、いえ、別に新八さん自身が地味だとか、その地味さ加減が絵ににじみ出てるとか、そんなじゃなくて、あまつさえそんなテーマ性もない模試なら主審でいいじゃんってわけでもないですから。奥ゆかしくて素敵な絵ですね。頑張ってください。ひでえな。みんな本気で優勝なんて狙ってないように見えるのは気のせいかな。けど、きっと本気なんだろうな。銀さんのことだから。おまけに新選組の人たちとは仲が悪いみたいだし、もし負けちゃったりしたら。考えるのはよそう。そろそろ僕も絵を描き始めなきゃ。さあ。一方、新選組は会場内一通り見回ってきました。今のところ異常はありません。ふふん、気抜くんじゃねえぞ。最後まで何があるかわからんからな。確かに。それにしてもさすがにコンテストだけあって絵が上手い人ばっかりですね。いや、そりゃそうだろ。下手な人が集まってどうすんねん。これじゃあ優勝なんてとてもできませんよ。いや、難しいよきっと。大丈夫か。なもんは考えなくていいんだよ。お、俺たちの仕事は絵筆での経理だよ。確かに。なんか参加する前提でなんか話してるけど、そうだよ、君たち警備だよね。でも局長が。あー、近藤さんね。ほっとけほっとけ。うんうん、そんなことは鼻から無駄なんだからよ。この警備の中だ。コンテスト中に絵筆を盗むなんてやつは現れねえだろ。どうだろう。あとは優勝者の絵筆を扱うときに注意してりゃ問題はねえ。確かに、それもあるかも。気がかりなのはあの連中だけだ。あいつらにやっぱそっちに行くのね。ろくなことねえ。ここ先はまあ、どの道やつらが優勝できるとも思えんが。そのよろず屋の連中のことですが。うんうん。会場を見回ってる時に聞いたんですがね、ソラ君の描いた絵がちょっとした話題になってたんですよ。ほほほう。なんだと？実際見せてもらったんですけどね。いやー、あれでなかなか大したもんですよ。まあ天才だから。ソラ君天才だからね。ひょっとしたらよろず屋が優勝するなんてことも十分ありえますよ。優勝するでしょ。なんでかんで阻止しようとするな。こんな感じかな。完成にはもう少し時間かかるけど。こんなところにいやがったか。やあ、そらくん、調子はどう。土方さん、それに山崎さん、一体どうしたんです。そんなに気を張らなくても大丈夫だよ。実はもう一回そらくんの描いた絵を見せてもらいたくてね。いいかな。はあ、それは構いませんけど。ほら、副長。確かにこいつは。どれどれ見せて。おい、ソラ。ほうほうほう。率直に言う。なんだ。てめえ、このコンテストからは手を引く。今さら？急に？さもなきゃ手を抜け。手を抜け。なんという。いいか、警察が言っていいことじゃないぞ。それ優勝させるんじゃねえぞ。分かった。脅し？脅迫？脅迫されてるこれ。怖い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 。そんなこと言われても。え、どうしようどうしようどうしよう。ここで選択肢変わる？いや、全力で僕は尽くすよ。何だと？てめえ、俺がこれだけ頼んでるってのに断ろうってのか。そりゃそうだ。間違いない。脅してるの間違いなんじゃないかな。とにかく俺たちは今大事な仕事の最中なんだ。悪いとは思うが、これ以上の面倒事は正直起こしたくねえ。分かってくんな。なるほどね。まあ、確かに面倒事増えるのは困るよね。
そんなもんわかるかいこの野郎。お、怒ってる怒ってる。てめえ、殺すよ。うちのルーキーに何脅しかけてんだ。おたくら警察じゃなくて本当はヤクザじゃん。ヤクザまがいの警察みたいな、そういうことか。無粋なやらせで勝負に水さすんじゃねえよ。そこまでして優勝したいわけですか。そうですよ。さっきまで散々僕らのことバカにしてたじゃないですか。確かに。今さらおじけづいても遅いやる。さあバトルが勃発するか。お、素直だ。私も仕事でやってんだ。おとなしく諦めてくれ。何勝手抜かしてんだ。てめえらが優勝できそうにねえからって今度は泣き落とし。裏目に出てるけど大丈夫。勝利なんてもんはてめえの腕で勝ち取りやがれ。勝ち取りやがれ。いや、銀時の腕じゃないじゃん。そもそも空の腕やんか。てめえ人が下手に出てりゃ好き勝手言いやがって。あ、やばいやばい、やばいよこれ。別に奴らが優勝したっていいじゃないですか。そうだよ、いいぞ山崎、もっと言ってやれ。事情を話せば旦那だって無茶しませんって。ほうほう、事情。うるせえ、こうなったらもうメンツの問題なんだよ。メンツの問題、プライドね。こいつにだけは絶対優勝させねえ。面白え。だったらどうしようってんだい。やるか。どうすんだよ。どうする。14時35分公務執行妨害で逮捕。ひでえ。何すってこの野郎。公務執行妨害。権力を振りかざしてるぞ。市場だろうが。確かに。ひでえな。やかましい。だから何度も仕事中だっつったんだろ。警告無視して仕事の邪魔してんのはてめえらの方じゃねえか。まあどっちもどっちだな。邪魔してんのはてめえらの方だろうが、祭りに参加すんのは自由じゃねえか。そうだそうだ、もっと言ってやれ。大体てめえ、さっき勝手にしろっつってたろ。そんな昔のことは知らねえ。そんな昔のことでもないぞ。お、ちょっとこれは一体何の騒ぎだ。俺たちは隠密お絵描き消し校を決行中でしょ。全然隠密になってないじゃん。確かに。ああ、あそこにいるのはよろず屋の連中ですかい。そりゃこうなりますぜ。まあしゃあないな。こうなりますぜって、そんな、あいつらまで一緒に暴れてたら作戦が台無しじゃん。どうすんだ。土方さんと旦那が鉢合わせりゃ遅かれ早かれこうなりますぜ。確かに、ドエス、ドエスコンビ。ま、俺たちはこれ以上騒ぎを大きくしないようにひっそりと。ひっそりと。コウちゃん。お、バコって。あ、やべ、今度はこっちか。一体何しやがんで。うるさいね。先に粉かけてきたのはお前らの方ね。幕府の犬はとっとと出ていくある。やばいよこれ、暴動が。やばいやばい、わかんねえが、ここはやり返さないといけねえとこですか、ね。ダメダメダメ、これ以上騒ぎ大きくしちゃ。もう大会どころじゃないよ。その武装なものはそんなの撃っちゃダメだってば。どこで撃とうとしてんねん。戦争かここは。グッバイカスト、グッバイ。あー、いやー、バカ総合、なんで撃っちゃうの。行く、これ以上の騒ぎは。おい山崎、配備している大使を集めろ。あいつらを止めるんだ。わかりました。さあどうなるんでしょうかね。お、夕方になりましたね。さあ6日目午前、銀時パートと土方、キャサリンか、まあ銀さんで行きましょうか。ちょっとよろずやいルートをね進めたいんで、小遣いもらえなくても家や家の手伝いはしろみたいな、そういうこと。
さてと、今日こそは仕事を探さないとな。で、結局あの後どうなったの？あ、銀さん、お帰りなさい。って、こんな朝っぱらからどこ行ってたんですか？体操だ、体操。爽やかな空気を吸いながら体動かしてきたんだ。絶対嘘だろ、パチンコだろ絶対。またそうなんですか。それにしては体中からタバコの煙の匂いが。銀さんが体動かすってのは手首から先のことだからね。やっぱパチンコじゃないかい。え、手首から先？パチンコだよパチンコ。今日は新装開店だって言って朝ごはんも食べずに張り切って出かけてきたんだ。すごいな、もう中毒じゃん、依存症じゃん。あ、なるほど。だけどあの顔を見るとどうやら勝てなかったみたいだね。銀さんが勝ってるところ見たことないんだが、そもそもあんのかな。銀ちゃん、元気ないね。元気だけじゃねえよ、金もなければ希望もない。今の俺はシックスティーンかってぐらいないない尽くしだ。自慢することじゃねえだろ。ずいぶん損しちゃったってことですか？うん、まあ損とか得とかそういうことを言うためにパチンコをやってんじゃねえから俺は。ほうほうほう、じゃあ何のために。でも得した時には銀ちゃんすっごくハイになってるよ。それは俺がやってるんじゃないから。俺のアドレナリンが俺を勝手に動かしてるだけだから。素直じゃないな。負けたってはっきり言えばいいじゃないですか。まあまあまあ、そうね、それが言えたらいいんだけど。負けてなんかねっつってんだろ。針金全部すっちまっただけだ。いや一緒じゃねえかよ。それ負けたって言うんだよ。それを負けたって言うんです。そうだ、同じこと言ってるわ。まったく、銀さんも少しは空くん見習ってまともな仕事を探す努力したらどうですか。そうだ、見習え社長。なんか俺そういうの疲れたわ。毎日フルスロットルで走る毎日はもういいって。これからはスローライフで行くわ。それ以上スローにしたらあんたの人生止まっちゃいますから。確かに。だけどそういう新八だって仕事してないで。時間が止まるっていう話アニメでありましたよね。失礼しちゃうな。仕事ならしてますよ。今日は今から道場の蔵を掃除に行くんです。お、道場の蔵。道場の蔵掃除？うんうんうん、そりゃ単に実家の手伝いじゃない。なんかお宝出てくるんじゃない？もしかしたら。まあ確かにお金はもらえませんけど。うんうん。でももしかしたら蔵の奥から高く売れるお宝とか見つかるかもしれませんよ。新八のね、実家っていうのかな、家は結構広いですからね。そんな都合のいい話ないない。せいぜい親父さんの使い古したふんどし見つけんのがおじいじゃねえのか。まあ僕もそんなに期待してるわけじゃないんですけど、うんうん、姉上に約束しちゃったし、とにかく僕は今から道場に行ってきますから。いや、これ新八の道場に行くっていう話になるのかな。あ、新八さん、僕も行っちゃいけませんか。え、別にいいけど。手伝ってくれるの？お金にはならないと思うよ。いいんです、新八さんにもおたえさんにも散々お世話になってますから、その恩返しも兼ねて。そうか、ありがとう。じゃあ言葉に甘えて手伝ってもらおうかな。オッケー、行こうぜ。はい、喜んで。あ、そういえばお店の常連さんから獅子屋の羊羹もらったって言ってたから。羊羹、おいいね。おやつに出してくれるよ。いいじゃん羊羹。栗羊羹だっけ、あれ好きだな。え、本当ですか、嬉しいな。銀さん、神楽ちゃん、それじゃあ僕ら出かけますね。あばよ、未だに実家に帰省してるパラサイトシングル野郎。ひでえな、ひでえ言い方。ほっといてよ。さあ、新八の実家にやってきたわけですが、あれ？あの、
あれ何ある？人のことパラサイトとかしといてなんでついてきてるの？カグラちゃん、かわいい。細かいこと言わないね。ツッコミ役だけじゃ話成立しないやる。確かに、そりゃそうだけど、絶対羊羹とか食いたいだけだろ。うちにいてもテレビショッピング見てるだけ。あと埋蔵金と、ふんどししか見つからないとか言ってた銀さんも来てるし結局来るっていうね。まあいいじゃないですか。多い方が掃除はかどりますよ。じゃあ羊羹いただきます。結局そこかい。厚めに切ってほしいやる。つかちょっとは隠せよその下心丸出しやないかい。仲いいな。おい新八、誰も出てこねえぞ。おめえの姉ちゃん留守なんじゃねえのか。どっか出かけてんのかな。え、おかしいな、うんうん、ちゃんとこの時間に来るって言っといたんだけど。まあ僕鍵持ってるんで。お、いいね、開けてくれ。あ、どうぞ皆さん。うわあ、女だ。なんだ。お、来た。まんまと引っかかったわね、このストーカー野郎。お前のような女の敵はこの私、猿飛びあやめが成敗してくれるわ。さっちゃんで登録されてんだねこれ名前猿飛びあやめじゃなくてさっちゃんなんだね。まあ、確かに分かりやすい。ちょ、待ってください。それ絶対別の人と勘違いしてますよ。なんだなんだ、ふんどし仮面かなんか出た。黙らっしゃいストーカー野郎。いや、ストーカーというか弟なんですけど。あら、あなたはそこにいるのは、もしかして銀さん。そうよね、銀さんなんでしょ急に変わったな。返事してくれないのね。相変わらず冷たい人。さっちゃんさんが門長に向かってハートマーク付きで会話してますけど。まあそれいつものことだから確かにメガネかけてないよ。メガネどこ行った。っていうか早く羊羹食べたいやろ、うんうん、確かに。うん、邪魔とってか、そこかい。場面転換ということで、はい、せーの、はいはい。で、どうしてかっちゃんさんがここにいるんですか。瞬間移動かよ。お大さんに頼まれたの。ほんほんほん、しつこいストーカー野郎がいるから。それはゴリラストーカーの方かな。まあそれは確かにほとんど基本設定とも言える事実ですけど、だからって門入ってきた人を見境なく罠にかけてどうするんですか確かにキリがないよね。ちょっとしたサプライズみたいな。爆弾仕掛けといてみたいなで済まさないでくださいやりにかかってる。あら、もうこんな時間。私次の現場に行かなくちゃいけないので、これで失礼するわね。それじゃ。嵐のように消えてくな。ちょっと、あんた何しに来たんですかもしかしてただの嫌がらせ。可能性はあるぞ。まあいいじゃねえか。爆弾つっても髪型がアフロになるほどのもんでもなかったわけだし。そういう問題。何の問題もないやるよ。すごいな、日頃からさすが爆弾やらね、なんかいろんな武器やらで襲われてるよろずやは全然違うな。やっぱそれが問題あるんですよ。いや問題大ありだろ。大問題だよそんな。何、爆破事件やで。今の爆発のショックで、うんうん、手に持っていた鍵束をなくしちゃったんですよ。こうやって家には入れてるしいいだろう。別によくないです。そもそも何のために来たのか忘れたんですか、うんうんうん、そうそうそう、忘れたの。昼飯。いやちゃうやろ。違うよ銀ちゃん、これぐらいの時間に食べるご飯はブランチ言うある。こないだテレビで言ってたね。確かにおしゃれに言うとね。ちょっとおしゃれな。
でもやっぱこんな小汚いとこで食うんだから、小汚いって言うな、失礼だろ。人んちのこと小汚い言わないでください。大体来た用事だって飯じゃないでしょ。そうそう、ああそうだっけ。このところ物忘れひどくてな、今日の朝飯も食ってないような気がするぐらいだ。いや、それは本当に食べてないですから。というか飯から離れてください。今日の目的は、はい、目的は蔵の掃除でしたよね。そう、空くん正解。正解で、なくした鍵束の中にその蔵の鍵があったんだ。え、そうなんですか。じゃあ蔵の中に入れないじゃないですか。そういうことだから、どうしようかなって思って。そうか、でも蔵の扉ぐらいならこじ開ければ済むんじゃないですか。なんだ。ああ言っちゃったよ。え、なんかやばいこと言った。言っちゃったね。何かまずかったですか。よろずやにはな、言い出しっぺルールってのがあんだよ。最初に言い出したやつが責任を持ってやるっていうな。やべえ踏んじゃった。今のでソラチは蔵の扉をこじ開けなければならないことになった。神楽だったらさ、一瞬で開けられるんじゃないの。野党族なんだから。そうなんですか。銀さんも神楽ちゃんも大人げないですよ。ソラ君よろずやに来てまだ日が浅いんですから。お、優しい、ありがとう新八。待ってください新八さん、僕やります。僕だってよろずやの一員なんだから、これぐらいやってみせなきゃ。いいの空くん。はい、でも誰か一人ぐらい手伝ってくれますよね。もちろんだよ、一人じゃきっと無理だろうし。いいですよね銀さん、神楽さん。神楽が手伝ってくれれば一発なんじゃないの。まあ仕方ねえな。仕方ないよね。銀さんの木刀でもいいけど。じゃあソラ君、誰を選ぶの。選択肢、これ神楽だよね。それじゃあ、誰にしようかな。ちょっと話しかけてみましょう。いや、俺箸より重いもん持ったことないから。嘘つくな。絶対嘘やろ。カゲラは？私今日は調子悪いやろ。他の人選んだ方がいいね。新八、あれ新八？え、僕力仕事だったらカグラちゃんとかの方が。どうしようかな。カグラにしようかな。でも力的には絶対カグラの方が上ですよね。ヤト族なんで。はい。ここはやっぱね、頼むよ。カグラさん。じゃあお願いしますね。指名されたからには正々堂々やるのが私の。そう、洋館がかかってるんだからお願いね。覚悟するある。分かってると思いますけど、別にプロレスするわけじゃないですからね。蔵の扉を開けるんですからね。分かってるよ。そらっちも手抜きしたらダメあるよ。気合い入れていくある。気合を入れる。どうすんの。はい、そりゃあ。今のが気合いあるからね。今時の若いもんはたるんどるね。おほほ。あ、すみません。もう一回ちゃんとやるあるよ。よっしゃ、気合い入れてこ。よし、今度こそ。おお。これ、この辺？この辺？あんまりやりすぎちゃうとダメだよね。はい、どうだ。もう少しで飽きそうだ。おりゃー。どうだ。お、開いた。あ、開いた。ま、これぐらいブランチ前ね。ブランチ前、おしゃれだな。おお疲れさん。神楽だったら一発で開けるよね、そりゃ。
ありがとう、ソラ君。それにカグラちゃんも。これで蔵の掃除に取り掛かれますよ。さあ、始めようか、ソラ君。はい、新八さん。その後、しばらく蔵の掃除をしていた僕たち。というか、ほぼ僕と新八さんだったけど。さあ、なんか出てきた？お、なんだ？なんだこれ。なになに？なんか出てきた？お宝。どうしたんですか？なんか地図みたいなものが出てきたんだ。お、で、ここに大きく宝って書いてある。宝？宝？つまり宝の地図ってことですか？そうなのかな。なんか怪しいけど、どうだろう。なんだそれ宝って。なんか小学生の宝の地図みたいな。見せ物に決まってるね。こんなものじゃ今時青花垂らした子供でも騙されないやる。っていうか今時青花垂らした子供ってのもあんまりいないけどね。いつの時代だ。やっぱり偽物かな。昭和初期とかその辺。お、銀さん、カグラちゃん、ソラ君、いらっしゃい。それにうちのアイドルオタクも。うちのアイドルオタクひでえな。あ、おたえさん。うっす。うっす。こんにちは、アール。アイドルオタク。姉上、今さりげなくひどいこと言いませんでした。確かに仲いいな。蔵のお掃除は進んでるかしら。む、虫ですか。虫。ひでえ。掃除の方は順調にやってますよ。そうね、ずいぶん綺麗になったみたいだけど、何も目ぼしいものは見つかってない？え、目ぼしいものって、例えば。実はね、今回うちのアイドルオタクダメガネにクラマスを頼んだのには。なんか余計なのまた追加されてるぞ。ひでえな。なんかひどい言葉が増えてますけど。姉上、ディスられてるわ。かわいそう。父上が持っていた名刀、著作権を探してもらおうと思って。著作権？なんだそれ。父上が家宝にしていたものだから、ほほほほ、ずっと売らずに置いたのだけど、最近夜のバイトの収入も芳しくないから売ることに決めたのよ。ほう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 。それで確かこの蔵にしまっておいたと思って。あれ、著作権をね。でも姉上、その刀なら道場に飾ってあるんじゃ。あれはフェイクよ。フェイクなの？偽物だ。そんな大事なもの道場に置いとくわけないじゃないの。少しは考えろよ、ハイドルオタクダメガネジェリーボーイ。長え、長えな。よくかまつに言えたな。アイドルオタクダメガネチェリーボーイ。難しい。姉上、どんどん言葉がひどくなってますって。しかもチェリーボーイって。まあ間違ってはいないだろう。けどよ、そんなご立派な刀なんかどこにもなかったぜ。そう、やっぱり紛失してしまったのかしら。それか父上がどこかに隠したのかも。残念ね。その刀をお金に変えた暁にはみんなにも金一封と米俵ぐらいはあげられると思っていたんだけど。なんだと？金一封。金一封？これは米俵。そこかい。神楽はやっぱそっちなのね。食なのね。ええ、でも見つからないんじゃ無理よね。潔く諦めましょう。さあ、一休みしたら甘いものとお茶を準備しておくわね。銀ちゃん、諦めるわけにはいかないやる。そうだな、なんとしてでも見つけなきゃなんねえな。お、やる気だね。いいですよ、姉上だってそんなに執着してないみたいだし、もしかしたらずっと昔に売っちゃって忘れてるだけかも。何言ってんだ、お父様の形見だろう。金に変えて役立ててこそお父様を浮かばれるって問題。問題。遺産は骨までしゃぶってなんぼあるよ。こら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 、禁止すぎだって。骨までしゃぶるって。大体これだけ探しても見つからないんだから。うんうん、なかったっぽいよね。でも宝の地図だったよね。それじゃないの。お、
何空くん。さっきの地図もしかしたら。あ、そうか。そうそう、この地図を生前の父上が書いたんだとしたら、その地図が指し示す場所に名刀米俵があるね。名前急に変えんな、アレンジするな。よし、この地図を解読して名刀金一封を見つけるぞ。なんでも名刀つけりゃいいってもんじゃないぞ。名刀金一封って刀の名前ついてますよ。おーい、はい、お茶入ったわよ。ひと休みなさいね。おっ、待ってました、獅子屋の羊羹。よっしゃ、いいな羊羹。これで血糖値上げて今日乗り切るぜ。血糖値上げすぎだろ、銀ちゃんは。いつも羊羹？うん、うん、ああ、あれは今朝全部食べちゃったの。朝ごはんの後に無性に甘いものが食べたくなって。な、朝っぱらからそんなヘビーに甘いもの食うなんて、あんた俺か？あんたは俺か？俺があんたかみたいな。どっちがどっちだ？姉子、もしかしてできちゃったあるか？まさか弟が？その場合は酸っぱいものが欲しくなるはずだから。あ、そういうことか。なんだかそういう気分だったのよ。ほうほうほう。でも代わりに別の甘いものを用意したから、どうぞたくさん召し上がれ。ハートマークついてる。そう、その甘いものっていうのはもしかして、もちろん卵焼きよ。やべ、逃げろ。お茶漬け用に、死ぬぞ。お砂糖を増量で作ってみました。ダークマター、卵焼きという名のダークマターだ。シンパチ、知りませんよ。僕だって知ってたらこうなる前に逃げてますって。ほら、早くみんないらっしゃいな。いや、その俺今結構腹いっぱいっていうか。あら銀さん、やばい、まさかロックオンされてる。犬の糞組み立ての土足で人の行為を踏みにじるような真似しないわよね。はいはい、諦めるしかないですね。やばいことになりましたね。かわいそうに。はい、それでは今回はこの辺で終わりにしたいと思います。次回は、6日目午後からの再開となります。で、選択ルートとしては、新八そしておたえ、起きたとなっております。さあ、父上の形見は見つかるんでしょうかね。多分これ新八ルートにすればその続きが見れるのかな。新八ルートかお便りルートか、そこをねちょっと選んでいきたいと思います。チャンネル登録コメントもしております。また次回お会いしましょう。さらば。